はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第10弾やっていきます。なので、まあ、この状態でまずテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。ではまたね、動詞10個ですがいきましょう。で、1個目、発音が grow です。 grow で、 grow は、まあ、作物とかを育てるって意味で使います。育てる。で、これは過去形過去分詞両方変わるんですが、まず過去形が O の部分がこうやって E に変わります。これでグリューと言います。グリューで、過去分詞は元々のグロー、こっちに N がくっつきます。こうやって、これでグローンですね。これがまず1つ目。で、次がアグリーです。後ろに行きます。アグリーで、これで賛成する、まあ、同意するってね、意味も持ってて、まあ、ほぼ同じなんですけど、賛成するのが多分覚えやすいんで、意味として。に賛成する。で、これは、これね、シンプルに、D をつけるだけ。まあ、最後がね、これね、E で終わってるんで、D をつけるだけで大丈夫です。で、次はもうすごい親しみがあるね。LOVE。まあ、女の子とは特に親しみがあるかな。LOVE。LOVE ですね。で、LOVE は大好きです。大好き。で、これも規則動詞なのでつけるだけなんですが、最後 E で終わってるので D だけをつけてください。で、次が forget です。 forget で、これまず意味からいきましょう。これで忘れるです。忘れる。で、これはですね、前回、まあ、きっかけ英単語第9弾の時にごめんねの understandっていうのがあったんです。9番目。ここにあったんですけど、understand。で、その時に、stand っていうのが入ってて、まあ、それに under がくっついてるよって。だから、stand の変化の仕方と同じなんだよっていう話をしたんです。で、これもそれの仲間で、どこかっていうと、ここ。get。これは、きっかけ英単語、第3弾の時に出てきたんですが、これの変化と全く同じです。で、get はちょっと特殊な変化をするんですが、まず過去形は got。E が O に変わります。だから forget も forgot ってなります。で、過去分詞何が変わってるかって、過去分詞2つあるんですよね。で、まず1つ目が同じく forgot、 同じね。で、もう1個がごめんね、ちょっと喉が、これにここまで同じなんですけど、そこに TEN がくっつきます。これはもう get と同じ変化ね。これで forgotten と言います。forgotten。なので、まあ、get と同じ変化なんだと、ここに get が入ってるからね。っていうのをぜひ覚えておいてください。で、次が spend です。spend。で、これで、費やす。まあ、これは時間を費やすとかでよく使うんですが、まあ、時間を使ったりする意味ね。費やすっていうのは、時間を使ったりすること。で、これ形変わるんですが、一番最後の D、そこが T に変わるだけです。で、過去形過去分詞両方一緒です。これで spent って言います。最後は T に変わるからね。ごめんね。で、右行きましょう。次が become です。become。で、これで、ほにゃららになる。まあ、職業、まあ、ほにゃららにもつけようか。ほにゃららになる。まあ、職業とかだね。何とかになるみたいな。先生になるとかね。で、これも forget と同じ仲間で、ここに come がいるんだよね。だから、come と同じ変化をします。で、come は come, came, come。で、まあ、また come に戻っちゃうんですけど、それと同じだから、まず became になります。で、過去分詞は戻って become です。だから、カムの変化を覚えておくと、意味さえちゃんと覚えてくれれば、BE ついてるだけだからね。特に新しく覚えることはないです。変化については。こっちも同じ。で、次が happen です。happen。で、happen は物事が起こる。起こるだね。happen で起こるです。前やった occur と同じ感じ。前触れもなく何かが起こるときに使います。で、happen は、規則動詞、まあ、普通にね ED つけるよいしょだけで大丈夫です。
で、次がこれで mean です。mean。で、mean は、まあ、このね、意味だけ見ると想像つきにくいんですけど、意味するっていう意味。まあ、ちょっと意味するって意味でもおかしいけど、意味するって意味になります。例えば、これ、この記号は、ほにゃららの意味を持ってる、意味をしますみたいな、そういう時に使えます。これが mean。で、形変わるんですが、覚えやすいです。過去形、過去分詞、両方同じで、最後に t をつけるだけです。ただ、発音がちょっと変わって、これで meant と言います。mean とではなくて meant。で、次は、スポーツやってる方とかはね、イメージつきやすいんですけど、プロテクト、まあ、プロテクターとかつけるスポーツの方いると思うんですが、プロテクトと言いたいんですけど、最初が a に近い、protect と言います。ちょっとラっぽいね、protect。で、アクセントが後ろです。だから、プロテクターって、スポーツのね、プロテクターって守るためにあるじゃないですか。膝とかを守るとか、肘を守るとか。だから、protect も守るです。あとは保護するとかね。まあ、意味似てるんで、守るで言っちゃいます。で、protect も、規則動詞なので、ed つけるだけで大丈夫です。で、最後が begin ですね。begin って読みたくなりますけど、begin。で、これが、始まる。で、こっちだけでもいいです。もう一個書けても似てるんで、一個覚えてもらっても大丈夫なんですが、始まるとか、始める。まあ似てますけどね。こういった意味を持ってます。これが begin。で、これは形が変わります。過去分詞じゃねえ、ごめん。過去形。I のとこが変わるんですけど、まず、began です。A に変わります。で、過去分詞が、U に変わって、began ですね。で、こんな感じで。ね、ぜひ覚えてみてください。じゃあ、最後消しながらね、ちょっとコメント欄で書いてあった質問1個答えて終わりたいと思います。ちょ消すとこ間違いない。いいね。このね、講座やったら、中学校の英単語完璧になりますかっていう質問をいただいてました。ちょっとコメント返せてないんで、ここで返させてもらうんですけど、まず、完璧っていうのは、その方によって違うじゃないですか、完璧って。どこを完璧と思うのかっていうのは。だから一概に言えないんですけど、この英単語講座だけで完璧になるとはさらさら思ってないです。なぜなら最初に言ったように、基礎的な英単語しか自分やってないです。ほとんど。動詞はね、今回全部で100個やるって決めたので、そこそこの、まあ、なんだろうな、ボリュームはありますけど、でもそこまでではない。だから、もし本当にね、英検で上の方すごい難しいの取りたいとか、思う方は、それで、このね、今やってる英単語がまだまだ不安っていう方は、ここをスタートにして、で、自分で書店とか本屋さんでね、英単語の買ったりとか、問題集買って練習してください。これじゃ足りないです。ただ、自分はね、今回動詞を100個、まだ、これで80個目か。100個やるって決めたので、この動詞の100個を覚えてもらえれば、中学校の英語、その受験とかに向けてね、すごいトップ校とかじゃなければ、そこそこ戦えると思います。動詞だけに限って言えば。っていう風な内容にはしてるつもりなので、完璧っていうのはそこにはお答えできないですけど、でも、ついてきてもらえれば、そこそこの英単語量になると。思っておりますので、ちょっとね、回答になってるか分かんないんですが、まあ、そんな感じで思っておいてください。では、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、あと、動詞が2本分、20個やっていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。